FF11 は潰さないで続けた方が良かったんですか。でもだって今も続いてますよ。何言ってんですか。すいません。だって僕の部署ですよ。僕の管轄が。吉田さんの部署なんだ。あ、そうですよ。今11も14も僕の部署です。11おかげさまで、もうすぐ20周年で。すごい堅調。20年経つのあれ。はいはい。そんな驚くない。もう20歳の人生まれる前からやってんだあれ、うん。すごいね。でマジっすか。そうそう、ちょうど20周年に向けて。ちょっとその北米の施策ももうちょっと足して今いろんなところに協力していただいて20周年の盛り上げ施策をやりながらその新しいそのエピソードをちょっとどう作っていくかみたいなところを話してて、本当に熱心な人たちに支えてもらってるので、仮にこの先こうイレブンがこういよいよもうちょっとアップデートがあってなったとしても、もうサーバーは本当にずっと開けといてもいいんじゃないっていうぐらい、なんかやっぱ思い出の場所って取っておくものだと思ってるので、データだからこそだけど、うん、でも本当に熱心な人にずっと支えてもらって今があるので、うんうんうん、そうなんですよ。だからそこまでだからまあ14の次の MMO を作る MMO 業界でやっぱそこが本当に難しいんで、だからもうやるんだったら14の全ユーザー悪いんだけどこっちに全員移ってくれっていうものじゃないとやっぱダメなんだろうなとは思います。うーん、すげえ難しいと思いますね。すごいことになりそうですけど、ソシャゲとかいろんなゲームがそのユーザーが残ってるけど収益的に立ち行かなくなってサーバー潰してもう二度とできませんみたいになっちゃうわけじゃないですか、うん、だからそこでそのなんか11がもう20年残り続けてるとか、それが許されるのはやっぱりそのスクエニに体力があるからですか。いや、それはすごくやっぱりサブスクリプションの強いところで、すごく長期的にこれだけその収益を上げさせていただいたの でやっぱり常に実はまあこれあんまり表だって言ってないんですけど、サーバーってより安価に運用できるように一部をクラウド化したりとかっていうのを実はやってってるんですよ。でそれによってランニングコストっていうのを極限までその徐々に抑えていければ、サーバーを開けとくだけの費用なんてそのまあ正直これまで利益をいただいた分からすれば年間別にこれぐらいは全然お返ししてても、でも11はもう全然今でも黒字ですし、へえ、さっきねユーザー数増えたってコメントもありました、ね、そうなんですよ。あ、増えてんの。何かあるたびにやっぱり復帰していただく方だったり、今でもポツポツやっぱ 大世代のな MMO を、あとやっぱり引退した方が今最近結構ソロで遊べるようになってるんで、11って今戻ってきて、はい、そのいろんな当時行けなかったコンテンツをやるみたいなこともやってもらってるんで、この辺はねあんまり普段は言わないですけど、結構イレブンチームの肝になるタイミングでは話をしてやってるんで、はい。すげえ、20年前のゲームってまだ黒字出るんすか。あとでもイレブンはねグラフィックスがねクオリティがやばいですよ、本当に異常。 あれを作った人たちは異常。へえ、吉田さんをしてもそう言いますか。もうメモリのガベコレ未だによく分かんないもん。なんでこれでメモリ破綻しないんだろうこのゲームって。でもその Windows のバージョンが上がってくとかでいろいろ追随しなきゃいけないから結構コストもかかるじゃないですか。そのサーバー置いときゃいいよってだけじゃないんで。あ、でもそのクライアント側のどうしても対応しなきゃいけないっていう部分は14のエンジニアたちも11のサーバーエンジニアリングの一部を担ってるので、14とのコスト調整をしてこの2ヶ月一瞬11側の作業をガッとやってみたいなことを普段から部門としてやってるんで、それはね大丈夫です。でもその現場やってない経営者側ってもう11と14一緒にしちゃえばいいじゃんみたいな、11のユーザーが14に足されたらそれでもうなんかユーザー数増えるからいいじゃん、そうしたらってなっちゃうじゃないですか。まあもしかしたらそのあんまりゲームが分かってない経営者が来るとそういうのかもしれないですけど、ゲームデザインが全く違うんでそれ統合しようと思ってもどっちも不幸になるだけなんで、無理っすよって言うとうちは少なくともまあそれならっていう感じなので、もうじゃあ社内には吉田さんに逆らえる人いないんですか。何を言ってるんだ。そんなことはないんじゃないですか。だって実績がありすぎるからその説得とかするのかなり難しいじゃないですか。あ、僕ってことですか。しかも心強いし、
あ、僕をってことですか。ええ、いやでもそんなのだって社長が一番の執行権限持ってるわけなんで、僕がいくら反対したって社長がいいからやるんだこれはって言ったら、うん、あそうですかってなるんで、それはしょうがないですよ。今までなったことあります。ありますよ。あ、あるの。第三開発事業本部の案件ではないです。そりゃそうですよ。吉田さん怒らすと殴られそうだもん。いやいやいや、それはそれは前の社長の和田さんに言われましたけど、この企画ダメだって言ったらそのリングで殴られる僕って聞かれたんで、初対面ですよしかも。いやな、そんな殴ったりはしませんよ、腹は立ちますけどねって、それがね和田さんとの最初の企画。俺その時契約社員でしょまだ。しかもね、あれなんですよ、16億の決済くれって言いに行ってんだけど。いやでもね、その契約社員をね許してくれる会社なんですよ、うちは。許さないと殴るからでしょ。だから殴ってないっつってんじゃん。殴らないって言ってるし。いやそれは俺許したから殴ってないけど、許さないから殴ってたわけじゃん。いや、いいんですよって、その和田さんが思うほどこのゲームはねえなと思ったら容赦なく、そのいいんですよ決済していただいても、僕はただ腹が立つだけですって言った。だから俺、吉田さんボールペン投げたとか折ったとかの話もちょこちょこ上がってくるから。いやいや、そんなのだって20代前半なんてボールペンぐらい折りますよ。ひろゆき君だって別にあれでしょ、うん、ムカついたらボールペン折るまでもなく何か別のものを折りに行ってるでしょあなた多分。僕らがあの暴力的な行為会社でしたこと多分一度もないですね。いや違う違う、だからボールペンを折るっていうその物理的なストレス発散みたいな行為と別の何かを相手にとっての折りに行ってる気がするんで、心とか。あ、まあ、あの罵倒はしますよね。ほら、だから変わんないでしょそれ。まだ俺ね、あの何の、何の、まあそのボールペン作ってくださったメーカーさんには申し訳ないですけど、一応買い取ってるボールペンだから、はい、実害はないです、ボールペンだけなんで。ね、こっちは気づいてますからね、こっちは。うん、そうそうそう。ひろゆき分かった、こっちは気づいてんだよ。